さて、どうするか。ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。キース様のように器用には操れませんが、使者といえどある程度のマクロで動かすことができます。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動できる。お前ら、セイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスは間もなく起動する。教科様、残る9機門は教科様一人だけにございます。どうか我らの悲願、ゼレフ教のもとへの帰還を果たしてくださいませ。ああ、そなたの魂と共に必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を滅する。なんだこれは。どうしたの、ナツ。この声。え、この声、間違いねえ。アクノロギアだ。さすがに想定外だ。奴が来るとは。強大な魔に釣られてきたか、それともゼレフを追ってきたのか。ギアに反応してる。そうか、奴の狙いは END。 END を恐れている。復活の前に破壊しに来たというわけか。面白い。夏、時が来たようだ。イグニール、お前なら必ず END に勝てると信じている。イグニール、なんでイグニールの声が。アクノロギアは俺が何とかしよう。今まですまなかったな、夏。俺はずっとお前の中にいた。今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを排除する。生きよ、夏。夢でも見てるの、父ちゃん。どうなってんだこりゃ。おい、サラマンダ、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ、ずっとずっと探してたのに。ふざけんな、イグニール。
たが、話は後と言ったろうに。今言え！なんで急にいなくなった？しかも俺の体の中にいただと？ガジリやウェンディのドラゴンはどこだ？777年7月7日に何があったんだ？夏、邪魔だ。邪魔ってなんだよ！久しぶりに会ったのに言うセリフか！言ったろ、積もる話は後だ。お前はお前の仕事をしろ。仕事だ？ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。 END の書を奪ってこい。なんで俺がそんなことを？お前にしかできないことだからだ。それに奴は今回の騒ぎの首謀者だ。それだけで戦う理由にもなるだろう。いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。奴から奪うのだ。報酬は？何？当たり前だろ。ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。引き受けた。行ってこい、ナッツ。ああ、絶対約束守るよ。もうどこにも行くなよ。おう、約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、エンリュウ王イグニール、このマルドギールの計画を邪魔させるわけにはいかんぞ。策は過失修正された。滅びるのは貴様らだ、忘れられし種族よ。強化、聞こえているか？マルドギール様。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。今は制御室にいるな。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも可能だ。制御室の中央メインラクリマ、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク？貴様自身がフェイス発動キーとなることでフェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論、予想ではドラゴンの生命力も奪える。そしてマスター END が復活する。我々の勝ちだ。さあやるんだ。マルドギール様、こんな膨大な魔力とコナタの呪力を生体リンクさせたらコナタは死にます。それがどうした？死を恐れるのか？いいえ、タルタロスの悲願成就のためならこの命少しも惜しくはありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタはフェイスの発動装置と一つになった。何？何のために？あいつ合体したの？フェイスの発動を早めるためか？単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後コナタも死ぬがな。大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけか。いかにも、そなたはまだ知るまい。吸気冷静点強化、
真の姿、エーテリアスフォームを。そなたにこなたは倒せない。コナタの呪力は今日力は増していく。時間ごとに無限に力。早く蹴りをつけねば厄介だな。食らうとよい。急ぐぞエルザ。決戦。分かってる。テイクオーバー。セイラの力を使う。食らいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。紳士の全部タッコウ。力のパルファム。ネルウィル・ミオデル・エルカンティア・ヤグド・リゴール。テイクオーバー。はあ、こなたは人間の痛覚を強化するのが好き。食らうとよい。そんな、テイクオーバー。サタンソウル、セイラ。殴っちゃおっか。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。ゼロ距離吸引。力のパルファム、マックスメーン。テイクオーバー。サタンソウル、処理。ネル、ウィル、ミオ。デル、エルカンティア。ヤグド、リゴール。力のパルファム、ひらめき無限大。フェイス起動ラクリマと生体リンクしたことでこなたの命は発動と同時に尽きる。だが悔いはない。我々は全てゼレフより生まれ、ゼレフの元に帰る。決戦。お前は死を選んだ。仲間と共に歩く道を諦めた。黙れ。そなたの痛覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ。あの地下拷問部屋を。やめろ。ここまでなのか。あのエルザが破れるのか。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。
まずは資格を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これがこの世で聞く最後の言葉だ。これが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん。死より辛い地獄を味わうがよい。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られていくだろう。羨ましいな。ほら、嬉しいだろう。嬉しいですって言ってみろよ。あ、見えるたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光は誰にも奪えない。ありえぬ。何も見えなくても何も聞こえなくても、私の中には光がある。仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。何も恐れることはない。これしきのこと、痛みのうちに入らん。究極の痛みとは友を失う痛みだ。バカな、見えてないはずだぞ。これぞエルザ。まず聞いてないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。ただこの剣を振るうのみ。よし。何度でも行くぞ。行くぞ。カット。行くぞ。行くぞ。レイタブルソード。カット。行くぞ。リリーソード。カット。行くぞ。天輪の鎧。アクレスオード。カット。行くぞ。リリーソード。カット。行くぞ。天輪の鎧。アクレスオード。カット。リリーソード。行くぞ。エンタグラムソード。ゼレフ署の悪魔が人間ごときに。おのれ。たあいもない。ありえん。五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて痛覚を極大に。こなたの姿は見えてないはず。こなたの声は聞こえてないはず。なぜこなたの場所が。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したというのですか。ふん、もっと簡単に説明できるよ。エルザだから。納得。こいつ痛みは感じないのか、恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀紅桜。
時間が。とどめを刺さねば。エルザか。俺はイグニールの息子だ。ドラゴンの子だと。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だからお前をぶっ倒す。あまり調子に乗られるのも気に食わんな、人間よ。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。くそ。スティング、ローグ、ナッサン、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナッサン、どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？な先にはやらせねえ。やらせねえぞ。共闘できる。Thank you.
空にドラゴンが2頭、目の前にドラゴンの子が3人、まだいる可能性もあるな。我が城を好き勝手に飛び回りおって、マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。怒りだ。よかったな、これで人間に追いついた。まだドラゴンが生きていたとは深い。おお、やっと口を開いたか、アクノロギア。貴様を我が敵と認識、滅流する。ふははは、燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す、そんでイグニールに全部話してもらうんだ。燃えてきたぞ。茨の園。白龍の鉄拳、英龍の音。カリューのモーター。カリューの鉄拳。イバラ、イバラの園。粘着戦。カリューのキャッカーク。滅流奥義、ホーリーノバ。カリューのモーター。感情は思考を鈍らせる。長らく制御できていたつもりだったのだがね。マスター END、しばらくお待ちを。怒りという感情は特に良くない。時に自分が自分でなくなるからだ。さて、自分という子が相違するとは、どんな状態であろうか。考えるだけでおぞましい。マルドギールはマルドギールだ。冥王と呼ばれ、マスター亡きタルタロスを預かっている。この感情は再び忘れなければならない。貴様らの存在とともに。なんだ。不気味な力を感じる。来るぞ。少しだけ見せてやろう、マルドギールの力を。イバラ、イバラの園。スティングロス。任せろ、行くぜ。ナツさんのアシスト。白龍の音、行くぞ。任せろ。
竜の鉄拳行くぞ。グレンカー出せろ。行くぜ英雄の斬撃。白竜の行くぞ。ガリュウの終わりやるだけ。シャドウレイ白竜のホーリープレス。ガリューのそこだ。グレンフォーワーカン。それが限界なら諦めた方が。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。いいな。貴様は破壊されるのだ、この我に。あんた、大陸中の魔力を消して何がしてんだ。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪魔。 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下せんな。行きたければお前一人でも行けばいいだろう。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるかね。我が部下たちは誰一人として気づいていないがね、我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれし者、それがゼレフ書の悪魔。END はその最高傑作だった。だが、何があったのかこうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて、絶対に解かれることのない封印によって。しかし、その封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いであり、ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざわざ避けて歩くかね。冥府に咲く監獄の花。氷。これ、俺のマフラー。拾ったんだ。大事なもんなら、もう話しちゃいけねえ。グレイ。
グレイさん、この魔力。貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルスレイヤーだと？なんだそりゃ。滅竜は竜を討ち、滅人が神を討つとすれば。悪魔を倒す魔法だ。これはシルバーの。いずれ裏切ることは分かっていた。それがこんな形になろうとはな。運命とは実に面白い。シャドウレイ！そこだ。グレイも来たし、イグニールのマフラーも戻ってきた。よっしゃ、本気でいっか。グレンフォーワーカーン！白竜の矛。そこだ。イバラ。みんなは守ります。花はいくらでも呼べるのだよ。冥府に咲く監獄の花。グレイさん、遅くなってすみません。ウェンディ、大丈夫か？ボロボロじゃねえか。私、決めたんです。もう諦めたり立ち止まったりしません。ああ、俺たちは止まらねえ。ずっと進み続ける。前に。人間が何人集まろうとマルドギールの敵ではない。カリューのモーカー。そこだ。アイスメイクジャンパード。助かる。そこだ。イバラの園。冥府に咲く監獄の花。イバラの園。イバラの園。
ありがとう。すぐに片付ける。キューバゼロのタッチ。その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目を覚まそうではないか。我が名はマルドギール・タルタロス。冥府の王にして絶対の悪魔。夏。ああ、わかってる。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間ども。これが最後の戦いだ。悪魔に背いた人間の末路、見せてやろう。出会いユグドラシル。これがタルタロスの向こう側の世界。絆の力、見せてやる。すぐに片付ける。キューバゼロのタッチ。シャドウレイ。炎弱戦。天竜の崩れ。グレンホーウォーカーン。楽しませてもらった、人間の魔導士よ。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で、END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法。その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ。そのすべての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。
呪法こそが全てにおいて上位の力。煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない、ただ消滅する。永遠に無となれ。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すればあなたを、ゼレフを破壊できる。グレイ、バカな、半身が悪魔化している。シルバーの力か。我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために俺にできることは夏を信じることだ。クレイ、人間ごときに。クレイ、削り取ってやろう、貴様らの感情までも。炎弱戦、ガリューの猛攻。ホーリーレイ、エイリューの音。行くぞ。白龍の砲撃。行くぞ。グレン光王拳。天竜の。任せろ。天竜の砲撃。行くぜ。白龍の敵。行くぞ。グレン火龍拳。集え。妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するために。フェアリークリッター、死の記憶メメントモリ。ナツ、遅れてごめんなさい。ルーシー、謝るとこじゃねえ。うん、あいつを倒すんだ、みんなの力で。今さら精霊魔導士が一人増えたところで何ができる。バカにすんな、ルーシーは強えぞ。
ヘンリーのカリューのモーター開け処女宮の扉バルゴスピタホール天竜の守る俺がタルタロスの向こう側の世界。イバラ。冥府に咲く監獄の花。守る。イバラ。レーズ。ありがとな。守る。守る。カリューの鉄拳。白龍の矛。物足りねえな。もう一丁行くか。ドラゴンフォースか。イグニール直伝熱流奥義知らぬ言い方グレンフォーカン。まだだ。貴様の肉体ごと破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺も信じてる。グレイ！ヒョーマン、ゼロの波及！